これまで40年積み上げてきたバンダイのプラモデルとしての挑戦、これをすべてスターウォーズにぶつけています。ディティールの再現性、そして組み立てやすさ、この相反する要素をどう高次元で成立させるのか、その技術とノウハウこそが我々が世界に誇れるものです。スターウォーズに出てくる、ビークルであったりプロップを忠実に再現すること、映画と同じ角度で同じシーンを再現した時には同じものが映るように。プラモデルっていうのは通常のフィギュアとは違って自ら組み立てていただくので、組んでしまったら実際もう見えなくなってしまうところであっても、新たにお客さんにも発見をしていただきながら組み立てていただけるように徹底的にこだわりを貫いて作成させていただいています。高精度のスライド成形を実現しています。パーツのアヤルーメンにディティールを加えることが可能で、通常は細かく再現するとものすごく膨大なパーツ数になってしまい、パーツも小さいパーツが増えたりとかしてすごく組み立てるに大変になるんですが、それをスライド成形することによってスターウォーズのような複雑なディティールの再現をより少ないパーツ数で実現できています。バンダイオリジナルの技術として多色成形があります。一つのランナーに4つの色や素材を成形できます。設定に近い色で成形をできることにより色再現というものが実現できます。さらに多重成形といって一つのパーツに異なる素材を成形することが可能です。またグラスインジェクションといって透明な樹脂に色を混ぜ立体成形することで美しい光沢のあるパーツを作ることができます。これはちょっと正直自分でも非常に驚きを感じました。スナップヒットなのですぐその場でパーツをランナーから切り離して組むことができると、そこまでは機械加工が追い込みできないものですから、最終的には職人さんの手ではめ合わせの調整をしています。たくさんのお客様に作っていただけるように考えております。そのためにパーツを切り離してもゲートコンが目立たないアンダーゲートを採用しております。組み上げた時にそのゲートコンが見えないというか完成度が高いものに仕上がるようになっております。スターウォーズシリーズはマーキング類を2種類同梱しておりまして、コアユーザーの皆さんにも本格的に貼ってもらえるような自転車式デカールと、誰でも割と手軽に貼ってもらえるようなマーキングシールというもの、それを2種類つけています。年齢や男女問わずどの人が組んでも間違いなくサクサク組めるようにそういう設計の仕方をしてて、その大事なポイントを組み図の方では忘れないように入れて、プラモデルなのでもう組んでなんぼじゃないですか。思い通りに組めてすごく楽しい、やったって、そんな気持ちになってほしいなっていう。スターウォーズシリーズっていうのはやっぱり長く愛してくれてるファンとか、そういう人たちをまず裏切らないように、世界観というものがすごいしっかりできている作品なので、そちらを、パッケージ上でも伝えきれるようなデザインを目指しています。中身組み立てるのはもちろんなんですけど、外のそういう表現を見ても若くしてもらえるような、そういうデザイン作りっていうところが目標ですね。再現性と組み立てやすさ、相反する2つの魂を両立させる、このポリシーはどんな大型モデルであっても不変です。スターウォーズを商品化できるという奇跡を、このポリシーを持って価値に変えていきたいです。超精密なモデルをどなたにも気軽に、このポリシーがバンダイのプラモデルのクリエイティビティの本質だと思っています。